長い航海で疲弊したゴーイングメリー号を修繕するため、麦わらの一味は世界最高の船大工たちが集まる水の都ウォーターセブンに入った。冒険で得た大金を携え、この島の市長アイスバーグが社長を務める造船会社ガレーラカンパニーにゴーイングメリー号の修繕を依頼するが、ゴーイングメリー号の損傷は大きく、もはや修理は不可能だと告げられてしまう。航海を続けるためには新しい船に乗り換えるしかない。ルフィは苦渋の末、ゴーイングメリー号と別れることを宣言。これに納得できないウソップは、ルフィとの決闘を経て麦わらの一味を去ってしまうのだった。ウソップが一味から抜けた次の日、ウォーターセブンを揺るがす大事件が起きる。市長アイスバーグの暗殺未遂事件である。容疑者として名が挙がったのはニコ・ロビン。その嫌疑は仲間である麦わらの一味にまで及ぶが、当のロビンは麦わらの一味に別れを告げ姿を消していた。突然の裏切りを信じられないルフィたちは、ロビンが再びアイスバーグの前に現れると考え、ガレーラカンパニーに乱入。そこでルフィたちを待ち受けていたのは、古代兵器の情報を探る政府の秘密機関 CP9 の諜報部員たちだった。 CP9 が操る超人的大義六式の前に、一度は敗退したルフィたちだったが、ロビンの裏切りが麦わらの一味を助けるためだったことを知り、再びロビン奪回を誓って立ち上がる。一方 CP9 はアイスバーグから古代兵器の設計図を託された男フランキーを捕らえ、ロビンと共に四方の島エニエスロビーへと連れ去った。一刻も早く追いつかなければロビンを奪還する機会を逸してしまう。ウォーターセブンを飛び出した麦わらの一味は途中、仮面の戦士狙撃キングに扮したウソップと合流し、海軍ひしめくエニエスロビーへと乗り込んでいった。なんだありゃ、タヌキか。俺はタヌキじゃねえ、トナカイだ。俺が海賊、勝負だ。 CP9 を敵に回すことがどういうこと、教えてやろう。補正する。瞬時に肩をつけてやる。未来などない。お前では俺の速度についてこられない。見ることすらできないだろう。やっぱりこいつ強いんじゃないか。そこどけよ。どかねえならぶっ飛ばすぞ。何のハッタリだ。油断した。ラムル、やっ
ことをする。乾杯だ。ロビンは俺たちの仲間。仲間を苦しめる奴はこうしてやるんだ。手が足りないなら貸すわ、いくらでも。遊びは終わり。そろそろ覚悟を決めてくれる？海賊船の船員は戦士でもあるのね。油断した。
込まれたか。俺のスーパーな力でどうにか突破口をこじ開けねえと。ランブル、ロゼオメチ、
何のハッタリだ。不測の事態をチャンスに変える、わしは戦闘のプロ。 CP9 随一の剣術見切れるか。やっぱりそいつ強いんじゃないか。始めるぞ。やめよう、逃げるの。こいつに勝とう。
俺が直してやるよ。心配すんな。